先生、全員集まりました。一体何なんですか、探偵さん、こんなところに人を集めて。今回皆さんにお集まりいただいたのは他でもありません。こっちは忙しいんだよ、早くしてくれよ。私も仕事で車の修理をしてただけなんですよ。早く次に行かせてください。落ち着いてください。実は先ほどこの家で殺人事件がありました。え、疑ってんのか、おい。疑ってんのか。落ち着いてください。落ち着いてください。みんな、落ち着いて、落ち着いて。あ？今回の事件の被害者は三段野原陽平さん、32歳。職業は YouTuber で間違いないですね。はい、間違いありません。現在は長期の休暇を取っているため、3日前からしばらく在宅しています。はい、間違いありません。あなたたちは？私どもは三段野原様のお家で家事を担当しております、灰山と灰川と申します。なるほど。確か灰川さん、あなた死体の第一発見者でしたよね。はい。死体を発見したのはいつ頃でしたか？私めの記憶が正しければ確かお昼の12時頃だったと思います。台所でお料理をしておりまして、叫び声が聞こえたなと思って旦那様の様子を伺いに行ったところ旦那様、どうして、なんで、はい、さん どうせお前らがやったんだろ、日頃の恨みとかで。いいえ、私たちが三段野原様を殺す理由なんてありません。うるせえ、早く白状しろよ。逃げつけるのはまだ早い。第一発見者の灰川さん、あなたが最初に死体を見ていた時に握っていたもの覚えてますか？灰川さん、あなたが私と出会った時、あなたの手には包丁が握られていた。俺見る、やっぱりお前らが犯人じゃ。私は仕事に戻らせてもらうよ。いえ、まだ彼が犯人という確証はありません。あ？殺害の方法に関しては不明ですが、犯行現場の近くには血まみれの包丁がなぜか2つ落ちてました。2つ？他に怪しいものがなかったため、おそらく死因は刺殺でほぼ確定だと思います。ちょっと待てよ、どうして2つも包丁が？1つは分かりませんが、もう1つの包丁は、灰川さん、あなたのですよね。ん？ちょっと待って、灰山さん、あなたの手に血の跡が。なんじゃこりゃ。灰山さん、あなた事件の直前何してらっしゃいましたか？私はただこの新米の灰川の料理を見てただけなんです。この手の血はきっと灰川がついつい間違えて私を刺してしまって、その時に出血した血の跡だと思います。この血は料理中に灰川がついつい間違えて私を刺してしまって、その時に出血した血です。これが先ほど灰川に切られた怪我です。すごい血じゃないか、早く病院に行きなさい。片方の包丁の血は灰山さんの血ということですね。ということはもう一本の包丁が犯人の包丁。そう、つまり犯人は
この中にいる。